はいどうもこんにちは、リジェクター DQ 天でございます。ですね、実はPC を変えましてですね、このところずっと不具合がありまして、まあ、なんでだろうというところでいろいろ考えたんですけれども、実は買ってですね、今まで使ってた、PC は買って、6年ぐらい経ってるんでね、今までできてたこともやはりパソコンの劣化といいますかね、不具合があったというところで、それでこの際ですね、新しいPC に変えたというところなんですけども、今回の動画はですね、パソコン変えてこの設定になるまでの苦労話をしながらですね、ストーリーを進めたいと思うんですけども、実はケリーさんの方はですね、動画に撮ってないところで小国の、キーエンブレムを取ったところが6つになったというところで、ご覧のようにですね、ランドン山脈山頂付近ですか、ここに向かってですね、今レイダメデスに向かうというところでやってるんですけども、その他はですね、職業クエストですかね、魔法戦士とレンジャーを転職できるようにクエストをやったぐらいですかね。今回というか、こうやってみるとですね、非常に前と比べますと便利ですね。冒険ガイドをね、ボタンを押しますと、そこにルーラーで行ってくれるというね、非常に便利な構成になってるんですけれども、ご覧の通り、ランドン山脈について、ホーローさんがここから、不甲斐ないことを見せるシーンなんですけれども、PC の件に戻りますと、まずうちの環境はですね、オーディオインターフェース、音楽作ることもやってましたんで、オーディオインターフェースを導入した接続をしてるんですけれども、で、この頃この実況を始めるにあたってですね、まず、キャプチャーソフトといいますか、ゲームと音声をミックスするものというところで、基本的にはバンディカムですね。ただモノラルで撮らないと片方しか音が出ないんでいう感じで、今ホーローさん悩んでますけど撮ってたんですね。で、モンスターとかああいう声を加工したい時はもう一個のロイロゲームレコーダーでしたっけね、あれで、声をミュートして消して、声は、プロツールっていう、打ち込みソフトがあるんですが、それで、声を取って加工すると、でミックスして動画に編集してするという2種類の方法を取ってたんですけどね、そもそもですね、なんでパソコンを変えたかと言いますと、途中でですね、この動画実況の録画にしてもですね、音楽の打ち込みにしてもですね、音が切れるようになったんですね。で、これが今度YouTube とか見てる時もインターネットも切れちゃうってことで、これはもうオーディオインターフェースが生きてる限りはパソコンの問題なんじゃないかなということで、あ、これですね、こういう近くまで行きますかっていう非常に便利な機能がついたので、いちいちルーラーストーンを登録しなくてもいいという感じですね。最近はね、初心者の方に優しいと言いますかね。はい。でですね、音が切れるというところで、パソコンを注文しまして、届いたんですが、これがなかなか一筋縄ではいかない。新しいパソコンは Windows 10ですしね、 OS も変わったというところ。まずですね、最初に、ごめんなさい、
マウスとキーボード、これ USB 読んでくれなくてですね、で、PS2 っていう昔の変換機が1個だけついてたんで、つけてみたら、そっちだけ動くというところで、あら、これは困ったなというところで、でも何のことはない、時間をかければ認識してくれたんですけどね、まずそこで苦労しましたね。タブキーを押して、もう、どうやって設定するんだみたいな、本当にね、あれはもうどうしようかと思いましたけど、それからモニターも買ったんですけどね、モニターが端子がですね、昔のなんとかっていうネジみたいな感じで締める、差し込んで締める、そういうやつだったんですね。で、いろいろ調べて、甥っ子にも非常にお世話になったんですけども、結局ですね、HDMI 端子で接続しろということで、やったらですね、この GTX1060 が、言ってくれたというところで、で、それでまず設定が終わったんですが、その後ですね、今度はこの動画を撮るための、バンディカムとかロイロを使ったところが、どうもロイロは、Windows 10では動かないというところで、で、結局ですね、結局今撮ってるのはバンディカムなんですが、で、やってるというところなんですけれども、音とかやっぱ画像はもうヌルヌルですね、本当ね、いわゆるヌルヌルでびっくりしましたね、最初ね。古い動画見たら、こんなんでやってたんだっていうぐらいの、ショックを受けまして、この動画もかなりもうヌルヌルでですね、動きが非常にスムーズだというところでやってるんですけども、その後ですね、このバンディカムの設定に手こずりまして、もう一回入るのか、これ。手こずりましてですね、いろいろやって、なんとかこう入るようになったんですけども、聞いてる音楽、声がですね、エコーがかかっちゃって、これまたいろいろ調べたら、結局、普通の方法ではなくて、このオーディオインターフェースで、ね、結構、どっちかっていうとマニアックな、MBOX ってやつなんですけども、あんまりゲーム実況で使ってる人はいないっていうところで、手こずったというところで、なんとかですね、なんとか声と画像がミックスされて、MP4 に、なってるんで、これで今日でお試しというところで、撮っておりますが、一度ですね、設定してしまえば、なんとかこういうふうに、撮れるというところで、非常にホッとしているところなんですけども、ゲーム画面はですね、今、エテーヌの村に行ってますね。で、ケリーさんなんですけど、ちょっと見た目がですね、エステに行きまして、ちょっと美白になりました。イメージから黒で、肌の色も黒っぽいとですね、ちょっとどうなんだろうというところで、逆にですね、肌は真っ白にして、で、髪の毛とかは、黒ということで、ちょっと目の色も若干ね、チョコレート色にしたりしております。だから衣装はですね、衣装はカジノバニースーツを買ったり、あとはこの、さっき、今出てませんけども、五郎さんの服を、やっぱり白黒っぽくしたという感じですかね。ここで、やつが出るわけですね。このイベントが終わったら、一旦カットしたいと思います。アバ様。これはもしかしてドラクエ6のバーバラちゃんの将来の姿なんでしょうか。髪型がツインテールなんですが、結
構ですね、イベントシーンもあるんですが、うん、ということですね。でこれからレイダメデスに行くためにですね、過去の世界、人間の姿になったりしていくというところなんですけれども、はい、いうことでなんとか3日4日かかりましたかね、設定ね。というところで、士族心臓の間にまた戻ってまいりました。はい、ということで一旦カットしたいと思います。はい、どうもリジェクター DQ10 です。前回の続きで、駅員に話しかけて、 いよいよ過去の世界ですね。人間の世界になってますけども、まあ、こんな感じですね。ちょっと変えましたかね。何の変化もない、一番最初に出てくる見た目だったんで、うん、ここでハテナ、間違えちゃった、これだ。はい、なんとハテナ行きでございますか。ということで過去の世界に行くんですが、ここで某宇宙戦艦のワープのような、こんな感じになりましたね。人間はね、ケリーさんですよ。銀河鉄道の夜って感じですね。はい、いよいよ過去の世界の冒険がしばらくの間続くんですけども、個人的にはあまり好きじゃないんですよね、過去の世界はね。うん、あんまり人間の好きな人には申し訳ないんですけど、あまり人間ってこう魅力を感じないっていうかね。うん、お待ちしておりました。丁寧の民、ケリー様。私の名は時の車掌ゼーベス。うん、帰りたいときは声をかけてくださいということですね。はい、じゃあ早速こっちじゃなくて、こっちですよね。売店とかある方はね。上がってですね、おそらくいきなりイベントがあると思うんですが、うん、この音楽よく使われてますよね。あ、こっちに行くんだっけな。あれ、どうだったっけ。あ、やつが来るぞと、やつが来るぞと言いました。500年前でしたっけ、300年前でしたっけ、こんな感じだったんですね。人間がいると、おっと、いわゆるこの、はい、レイダメですがこうやってくるわけですね。台風みたいな感じなんですかね、放射能もありみたいな。何ぼさっとしてるんだ、へっ、こっち。やっぱこの服はちょっと囚人服っぽいですね。うん、デフォルトの方がいいんですかね。教会に避難しましたと。しかし画面がヌルヌルでですね、やっぱね、すごいですね。やけどはないな、無事でよかった。うん、うん、レイダメデスのことは知らないわけではないだろう、何やってんだと。うん、
隕石みたいなもんなんですかね。天才でもないでしょうし。で、また飛び出してですね、グレンジョの方に行くんですけども、ちょっとマートフさん、荒くれに話を。はじゃ船を操る魔法使いを探してるだっていい？塩童話様に会うといいということで、ちょっと、あららららら、ら普通の五郎さんにしようかな。頭はいらないかな。これ似合いますね。よくいる、よくいますね、こういう人。で、塩童話に会いに行くということなんですね。そなたは新しい逃れ人か。名はケリーというのか。私は塩童話、このグレンジョの民を束ねているものだ。このグレンジョまでの道中はさぞ厳しいものであっただろう。よくぞ無事にたどり着いてくれた。世界の大部分が炎に焼き尽くされた今、この城は我らの最後の希望の砦だ。同じ人間同士助け合おうではないか。逃れ人よ、ご安心なさい。世界の終わりなど決して訪れません。私たちはそのために集められたのです、と隣の人が言ったのか。ここにいる魔法使いたちは何があるかなと。あった。何？はじゃ船を操る魔法使いを探している。いや、失礼した、ケリー。悪気はないんだ。残念だが、はじゃ船師ベルンハルトは死んだ。レイダメデスに単身乗り込み、炎に焼かれてな。人の話を聞かぬ愚か者には実に似合いの最後であった。はい、ここで出てきましたエルジュ君ですね。エルジュよ、客人の前だ、わきまえよ。僕が行くということで。何の話かと思えば、くだらん。親子揃って英雄気取りか。そんなにベルンハルトのように犬死にしたいのか。黙れ、父さんをバカにするな。ならば好きにしろ。はじゃ船の一族の血など途絶えたところで誰も困りはせんだろう。今のが死んだハジャブネ氏のせがれだ。まだ何も知らぬ幼き子供よ。ハジャブネ氏を探していたのならあいにくだが、エルジュは技を継承していない。まだハジャブネの術は使えんのだ。この世界にはそれぞれに異なる術を持つ施術師と呼ばれる者たちがいる。ハジャブネ氏もその一人だ。それぞれの術が心正しき者に受け継がれるように3人による儀式を必要すると誓いを立てていると。あいつは無理だと言ってるわけですね。気にかかるなら様子を見てくるがよい。あいつの部屋はこの城の1階にあるということで、もう一回エルジュにね話しかけて進んでいくんですが、一旦ここでカットします。
坊ちゃん、一人でいくらって無茶すぎますよ。お願いですから、臨死になってください。用があるから来たんだけど。500年後から来たんだよ。なるほどな、バカにすんだと。お前も父さんをバカにしに来たのかということですね。これね、最初生意気なんですよね、エルジュね。なんでこいつの手助けしなくちゃいけねえんだろうって思うんですけどね。ぼぼっちゃん、待ってください。ぼぼっちゃん。ぼぼっちゃん。あなた、ぼっちゃんを気にかけて来てくださったんですね。だったらぼっちゃんのこと助けてくれませんかね。突然すいません。申し遅れましたが、私はベルンハルト様にお仕えしていた甲斐ってものです。あなたには事情をお話しします。ベルンハルト様、どうかご無事で。心配いらない。私は必ず帰る。それまでエルジュのことは頼んだぞ。エルジュ、どうか分かってくれ。誰かが戦わなくてはならない。そして私にはそのための力があるんだ。その目で見ていてくれ。そして全てが終わったらみんなでレンダーシアに帰ろう。みんなレンダーシアなんですね、出身。これがお父さんですね。私はレーダベテスを破壊し、この世界に平和をもたらしてみせる。この大いなる災厄を必ず食い止めると皆に約束しよう。安心して待っているがいい。あ、これが使用動画ですか。あ、こっちが使用動画ですか。今のヒゲの人は何なんですかね。偽物ですかね。影武者ですかね。わからないですけどね。誰もがベルンハルト様の勇気をたたえ、その約束を信じましたけれど、ベルンハルト様はそのまま帰らぬ身となり、約束は果たされなかったのです。そしたら途端に皆が手のひらを返したようにほら吹き呼ばわりですよ。坊ちゃんはお父上を笑った大人たちを見返してやりたいんでしょうね。だからヤクル様の集落へ向かったんだと思います。でも坊ちゃんは魔物と戦ったことすらないんですよ。お願いします、坊ちゃんのこと助けてください。お願いします。ということで、エルフの集落に行かなくちゃいけないんですけどもね、ちょっと一旦カットしますね。はい、ということで、エルフたちの集落にやってまいりましたが、言い忘れましたけども、過去のグレン城で、ルーラストーン登録しといた方がいいと思います。何回も行きますんでね。で、ここもしといた方がいいでしょう。ちょっと教会行きますね。マキリさん。まあ、どこでもいいや。で、テント、テント、テントに、あ、ここですね。ここにクエスターいるんで、入ってみたいと思います。ほんとね、生意気でね、最初はね、エルジュがね、来たと。世間知らず。これがヤクルさんですね。で、この横にいるちっちゃい子が実は、姫屋さんなんですね。
これ後で知ってびっくりしましたけど、そういうやっぱり仕掛けがちゃんと歴史に紐解いてなってるってことなんですね。うん。水がないと。人間が全部持っていっちゃったということなんですが、姫屋さんもですね、ちょっと悲しそうな顔、心配そうな顔してますね。水を分けてくれと。で、エルジュはまたわがままなことを言うんですね、これね。まあ、こういうもんじゃないですよね、人生というか人間関係はね。で、このクソガキ、今んとこクソガキですけど、このエルジュのためにですね、水を、取りに行くということなんですよね。で、これ水をもらいにですね、また、グレンに戻ります。またカットします。グレンに帰りますと、過去のグレンに帰りますと、マトロさんでしたっけ？荒くれが教えてくれます。ここにあると。城の中に。井戸の間にやってきました。オルダンに話しかけましょう。水が欲しいだと？お前は確かケリーでやったな。構わんとも。持って行きなさい。あ、よいしょと。すげえでかいんですよね。この女の子にモテるんですかね。かなり壺だけでもかなり重たそうな。お前は新入りと聞いている。特別に壺いっぱいの水をやろう。一人には十分すぎる量だ。誰か困ってる者がいたら分けてやるといいだろう。なんと、お前はその水をエルフたちの集落に持っていくというのか。まったく見上げたものだ。我々も君のような心を持てていれば。あ、いやいや、何も言うまい。ということで、もう一回エルフのね、集落に行かなくちゃいけないんで、やっぱりルーラストーンは必要だと思います。じゃあ移動しましょう。再びエルフたちの集落に戻ってまいりました。ヤクルに話しかけたいと思います。これでかいっすね、かなり。どうやって持ってきたんですかね。ドルボードが潰れちゃうんじゃないですかね。余計なことをという。姫屋さんがなんか本当にあんなになっちゃうんですね。500年経てば。継承の儀。まあ、この年ですからしょうがないんですかね。お父さんも早く亡くなってね。まあ、甲斐がいりますけども、やっぱり、親とは違いますからね。なかなかこう、社会、人間社会というものを、やっぱり自分が提供しないと帰ってきませんからね、なんでも。で、次は、南のゲルト海峡の橋に滞在しているプクリポの術師を訪ねるといいでしょうということで、そちらに行きたいと思いますが、一旦ここでまたカットしたいと思います。